皆さん、こんにちは、こんばんは。アカデク強くねというわけでね、今回アカデク解説していきたいと思います。いや、こいつマジアルファ強くないですか？まあ、ただ、難点があるとしたら、味方にちょっと合わせづらいなっていうところはありますよね。はい。そしてね、このベータの仕様、皆さん知っていますか？ベータの仕様なんですけど、ベータ、地上で撃たないと敵にね、敵に補正がかからないんで、ちゃんとね、デックの足がね、両足ついてからベータ撃つようにいきましょう。空中で撃つと、ジャンプして撃つと、その場に真下に落下したんですね。ただ、敵に近づいて地面で撃つと、しっかり補正がかかってくれるんでね。でね、この補正かけるのがすごい大事で、なんでかっていうと、50ダメージ、肉ダメージに入るんですよね。なので、しっかり補正かけて、敵に、当てていくっていうのが大事になってきますんでね、しっかり意識していきましょう。というわけでね、戦闘シーンまで一旦カット。さあ来ましたね。今ね、合宿所方面で敵がやり合っているので、これなんとか魚振りたいところ。今個性レベルはレベル8になりました。味方にピン刺してこっち来てもらいましょうか。さあ上取って、とりあえずね、多分奥側に今いるんで、少しずつ行きましょう。いましたね、覗きが一発でダウン、ナイス。オールマイトもいるね。覗きアルファで当てていく。オッケー、しっかり当てていく。さあこれ轟きさっき入れちゃおうか。でね、赤でくっつくとめっちゃ早いんだよね、このキャラ。でこのキャラね、マジでね、隠す性能は本当トップクラスに早いと思います。早いっていうかしやすいよね。うん、弾も4発当てれば敵各入れることできちゃうかな。レベル9だとかなり便利なキャラクターではあるんだよな。オッケー、オールマイト転ばして、あとこれね、逃げるキャラに対して強い。オールマイトとかさ、あとなんだろう、つゆちゃんとかも逃げるじゃないですか。ただアルファを前段2発当てれば転ぶんで、ラピッドキャラもね、結構対処しやすいんだよね。迫ってくる霧島とかね。オッケー、コンプレス、これも転ばせたね。オッケー、これが強いで、オッケー。転ばした後にガンマの隙をしっかり狙っていく。マジで強い、これ。さあ、奥、味方がやり合っているんですけど、一旦これコンプレスに各入れちゃいましょう。ほんと、逃げキャラキラーと、あとね、向かってくる近接キャラキラーでもありますよね。うん。で、今、マウントレディが戦ってくれているのかな。一旦ここは回復しちゃってもいいかもしれない。これコンプレス回収しに来るかな。全体回復欲しいね。これ全体回復取っちゃおう。取れるかな、取れそうではあるが、全体回復欲しい。オッケー、拾えた。ナイス。で、ガンマもアップさせて、ちょっとカード調整しましょうか。カードって回復薬調整して、まあまあこんな感じでいいでしょう。で、味方がやり合っていますね。一旦僕はシールド回復巻いていきます。で、赤デクなんですけど、僕個人的にはベータ上げがいいかなって思っています。あ、アルファの次ね。アルファの次はベータ上げがいいかなって思ってます。ガンマなんですけど、上げてもクールタイム増加しないんですよね。なので、基本的にはガンマじゃなくて、ベータを優先してあげることによって、まあダメージ最大化測りやすいですね。まあガンマ直接当てたいよっていう人はあげてもいいかもしれないんですけど、このガンマね、結構ね、難しいところが、まあ3枚に増えたところで2枚と大して変わんないんだよ。うん、大して変わんないんだよな。まあ横幅広くなるからね、遮蔽物としての役割大きいかもしれないんですけど、敵もね、利用することができちゃうんで、そこがちょっとね、辛いところですよね。さあ、味方がピン刺してくれた方にちょっと寄っていきましょうか。いるって言ってるが、ちょっとパッと見見えないですね。いなさそうではあるが。まあ、もうアンチ外側に来てるから、一旦これ UA 中が入っていきましょうか。多分こっち側ね、いそうですけどね。うん、6部隊残ってるから、あ、いたね。見つけた。さあ、これは覗きアルファをダビにちょっと当てていく。あ、剣道ちゃんいるね。ちょっとこれ剣道ちゃんは一旦味方の方を引いていこう。危ないからね。うん、ちょっとね、あんま得意ではないですね。一旦引いていきます。ただ、ガンマでね、上ポジとか取りながら逃げていけば、全然巻くことはできるんでね。剣道ちゃん相手に一番やっちゃいけないのは、こうなんか同じラインで戦う。例えば、上ポジに剣道ちゃんがいるんだったら、上ポジにね、わざわざ登って戦いに行くと、ガンマとかでボコボコされるんで、まあ、基本距離取りながら上ポジ取ると、めっちゃ強いです。まあ、ちょ、ほんと同じラインで戦わないってことですね。これガンマ上がって、覗きアルファを相沢先生に当てて、シールクラッシュ。オッケー。かなり削ってるぞ、これ。これ、相沢先生追っかけてもいいね。ガンマ使って、相沢先生に正確に射撃を当てて、うわー、マジか、使ってきたね。これはベータ。うわ、惜しい。ベータ惜しかったね。で、相沢先生アルファ打って、剣道ちゃん来た、こっち来たね。これガンマ当てて、オッケー。じゃあもう一回上のボールを、剣道ちゃんだいぶ削った、瀕死、味方がしっかり仕留め切ってくれる。相沢先生がどっかにいるはずですね。赤ダビもいるけど、これはベータ当てていくけど、ちょっとミスりましたね。しょうがない。まあ、赤ダビのガンマ中だったからな。スーパーマーないからそこが辛いよね。さあ、これマウントレディはなんとか赤ダビから逃げ延びること成功して、赤ダビだいぶ削った。これ全体回復飲んじゃいましょう、ここで。
これは間に合うはず。ジャストタイミングじゃない、なんなら。トドロキックも削られてるし。オッケー、赤だけ、あ、回復してね。あ、すぐだ、また。さあ、これ、核入れちゃいましょう。核入れ完了。お、さあ、ベータ上げていこう。アイドクス上から来てるね。危ない。ベータ。これは決まる。今のすげえダメージの。いいね。50プラス70、170ぐらいあるからね。200ダメージぐらい積んでるんだよな。170もないか。まあ、高さがあればめちゃくちゃダメージ出るんですけどね。なんかアップデートで高ければ高いほどダメージ高くなったからね。そこも赤デクの魅力ですよね。なんか赤デクだの赤ダビなの最近ちょっと多すぎてね。なんかまあカタストロフィーとか、あとなんかフルバレットとかそういう呼び方していこうかな、今後はな。うん。でもなんかフルバレットって言うと、検索引っかかんなそうだよ。そんなこともないか。さあこれヤーモモアルファ2発与えて、OK?来た、これベータ、オッケー、当てていく。だいぶ削った。ヤオモモとデクは別パーティー同士っぽいですね。これは覗きアルファをヤオモにしっかり、あー、ローリングで受けられてしまう。まあまあまあ、しょうがないでしょう。これワンチャンベータ入んねえか。あ、しょうがないね。もう一回ベータ。怖い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 。あー、これ怖いね。3発目でようやく割れたね。オッケーオッケー。あのヤオモモもね、自分で盾割れるようになったからね。うん、結構でかいアップデートな。さあこれアルファをオールフォーワンに当てていって、結構削ったんじゃない。ガンまで一旦上取って、なんか瀕死なやついるな。コンプレスかな。あー、ベータはこれは入んない。一旦これまた上行きましょう。コンプレス上ポジで回復してるかもしんないんでね、一旦上ポジ行くんですけど見当たらないですね。まあしょうがない、これは。さあ体力回復、シールド回復して、おっ、飛んでる。あれ倒して、オールマイトがいるね。上からアルファ打ち下ろして、もう一回上取って、オールマイトいるんじゃないかな。こっち行きましたね。これはダメージ与えていきたいんですが、うまいこと受けなかったね。でも回復はさせてないよ。のどきアルファ2発当てて、しっかり倒したと思ったらこれ可塑性が入るね。はい、一回上上がります。今ベータ打ちたかったんだけど、イバラちゃんいるからね、ちょっとリスク避けましょう。ガンマまた使う。ここベータは当たらない、アルファは当たらない。 OK。 じゃあオールマイト一旦核入れちゃおうね。めんどくさいからね、いいですね。うわ、のぞきアルファ食らってしまう。これはしっかりキャラコンで OK。 ラピッドカード強いね。こういう時に便利だよね。でコンプレスが奇襲仕掛けてきたから、一旦上まで上がって、コンプレスも上上がってきましたね。僕も上がりましょう。今ダメージ入りそうだけどな。ガンマベータ使う。もうこれは外してしまう。コンプレスに対して、うん、まあまあそこそこのダメージ与えたんで、敵も回復するはずなんでね。 OKOK。 これで安心して下ポジでも回復できますね。攻めてきたら攻めてきたで、アルファで返していきましょう。体力回復飲んじゃって、まあ、このままいけば勝てそうではある。順調にいけばね。さあ味方赤ピン、これあれですね、できましたね多分ね。上ポジまで行ってコンプレス追いかけましょう。アルファアルファアルファで転ばせます。ガンマ使ってくんじゃない。ガンマ使ってきたね。僕もガンマで上上がりましょう。噛み合ったね。一発覗き当たって、これはベータ。オッケー、ダマ乗っていく。しっかり倒しきりました。飛びすぎ飛びすぎだろ。あのたまによくわからんぐらい飛んでいくときあるよな、このゲーム。謎なぐらい飛んでいく。すっごい飛んだな、にしても飛びすぎだろ。さあ真下で敵いますね。あそこに1枚見えたかなと思ったら3枚います。これは超危ないけどベータが刺さる。いいね。ガンマ使って赤ダビの攻撃を防いでいきたいですね。これもう一回ベータ。赤ダビがマジやら、抱きつかれたら終わるから先にちょっとアルファ与えてね、牽制しておきましょう。デクシート削れてる。デク倒しきって、トガちゃんが変身してんね。オッケー、アルファアルファだいぶ与えたね。でかいこのダメージは。さあベータ使って、トガちゃんもうダウンしてる。ラスト赤ダビかな。そしたらどこ行ったんだ。一旦ドレンキングしましょう。ドレンキング、赤ダビそこで倒れて、あ、いやガードクラッシュしたな。俺はのぞきアルファを2発与えて解放もさせない。ベータ、オーケー、倒しきる。いいねー。意外にも赤ダビキラーでもあるのか、もしかして。はい、というわけで今回ね、見事デクで勝ち切ることができました。やっぱね、赤デク、ほんと性能上がったなっていうか、ほんと使いやすいキャラクターになりましたよね。好きだわ。なんかそのうちもっとベータ、うまい感じで使えるようになったら、楽しいんだろうな。うん。ありがとうございました。本日も、10人 KO6500 マジ、DT、バイバイ。